何度も諦めかけた汚れてるユニフォームを見た僕らが過ごした日々は舗装された道じゃないきっとこの涙は今溢れ出す駆け抜け本当は勝って明日もゲームをどうしようっていう話をしたかったけどまあ勝負は、ね、勝ち負けがつく負けてしまった結果はもう受け止めるしかないかな下向くような試合ではなかったかなとあんまり後悔は自分自身はない今の時点でできることはしたかなっていうできたかなっていう、ね、チームでこうやろうっていうことをやっぱりみんなが折れずにこうちょっとね話されかけたところもあったけど折れずに最後までできたことはまあ自信持っていたな、まあ、勝てなかったけどまあ、チャレンジした価値はあるかなと思うし、まあ、なんか佐賀北らしいバスケットはできたかなと思う。だから、まあ、後悔はない、ね。課題は多分たくさんあると思うので、その課題は、まあ、3年生が残してくれた、まあ、最後の、まあ、プレゼントという。3年生がやっぱこう今日ね、頼もしくずっとさやってくれたことで、やっぱり残った課題は次の1年生とか2年生が練習して、もっとチームが良くなれば、今回点数80点取ることができた。だから次は相手を70点台に抑えれば勝てる。だから次のチャレンジに対して下級生は立ち上がってね前向いてやってほしいなと。でチームは本当にこう、ね、前向きにやれるようになったと。こうなんか前までと違ってやっぱみんなで声出してやろうっていうところもあって、ね、こう雰囲気もね作ってやろうっていう感じもだったけど、それはチームとして一歩前進できたところ。だけどまだあと10点足りない。出し切ってもあと10点足りない。でこの現実をちゃんとこう1年生2年生受け止めて、まあ、次また挑戦すればいいかな。で3年生は2人しかいなくてなかなかこう昨日の夜も話してたけど結構ねきついところもあったかなって。やっぱり、ね、下級生、ね、2年生がメインになると上級生がきついところもあったかなと思うけど、まあ、それでもやっぱり最後の試合とかって3年生の頼もしさとかそういうのが見えた試合だったから本当にそこは3年生がこう今まで頑張ってきて成長できたと思うんだけど、だからあとはじゃあ次勝てるように下級生がその3年生の意思を継いでやってくれればいいから、まあ、いいなんか伝統というか、まあ、次につないでくれたかなと思うので、まあ、しっかりまた落ち込んでる暇があったら課題のところを練習して良くなるようにしていければ、まあ、チームはもっと強くなると思う。胸張って差を変えてしっかりまた練習頑張ってやりましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。昨年も実は同じカードで1回戦で、最後逆転負けをしてたので今年は絶対勝ってやろうっていう気持ちを持って臨みました。でやっぱり相手もそこは負けたくないっていう気持ちは一緒で、やっぱり少し球際のところで負けてしまったのはまあ練習でなかなか課題を克服できなかった、まあ、コーチのせいかなと思います。3年生が入学した時に私も転勤してきて、で3年がずっと一緒にこう過ごしてきた仲間なので、まあ、その仲間と最後まで戦えたことは嬉しいなと思いました。で2人しか最後は残らなかったんですけど、本当は6人いて2人しか残らなかったんですけど、まあ、3年生の力とか存在感はしっかり試合の中で見せてくれたので、まあ、3年間の成果はよく出てたのかなと思います。はい、3年生はまあ、最後まで切れずにプレーして下級生を引っ張ってくれたことがとてもベンチにいながら頼もしかったです。一緒に入学した時は本当に頼りなかったけど今はいい上級生になったと思います。本当に今の3年生には感謝しかありません。まあ、一緒に戦えて楽しい3年間でした。今後大学とか進んでもこの経験を絶対生かしていい大学生いい社会人になってくれることを期待しています。ありがとうございました。コロナ禍の中で試合できたことはめちゃくちゃ楽しかったし、去年と同じカードで勝ちたかったけど3年間やってきたことを出せたのでよかったです。最初から結構自分たちもいいペースでスタートできて
でもやっぱりあとちょっとのところで勝てなかったのは次の 1,2 年生の課題だと思うので、あと一歩のところで勝てるように次また練習してほしいと思います。朝7時から練習、練習朝練して夜も遅くまで練習して、バスケの3年間大変だったけど、こういう全国まで来れてとても楽しかったです。3年間でやっぱメンタルの強さだったり、ポジション的にもいい判断をしないといけないっていうところを3年間の中で学べたと思うので、まあ、次進学しても身につけたところを活かせるようにしたいです。今回勝てなかったことは来年もずっとチャレンジし続けて、またこの舞台に戻ってきて勝ってほしいので頑張ってください。頼りない3年生2人だったけどついてきてくれてありがとうございました。また来年もこの舞台に戻ってきて、次は目標である全国一勝をできるように練習を頑張ってください。自分たちが今まで練習してきたことを最初から最後まで 100% 全部出し切るっていうのが少しできてなかったのと、でもそこで先輩方がいろんな励ましの言葉をかけてくださったり、プレー面でみんな引っ張ってくださったので、いい雰囲気ではあったんですけど、やっぱり点差があまりうまく縮まらなくて、そこが負けの原因かなと思います。流れが悪くなった時にやっぱり3年生の2人はなんか自分がやらないといけないみたいな気持ちを 100% 前面に出してプレーをしてくれるので、自分もやらなきゃって多分自分だけじゃないと思うんですけど、そう思って多分チーム全体にもその2人の気持ちが出てるプレーは多分いい影響があると思う。プレー面でも気持ちの部分でもたくさん支えていただいて教えてくれて、教わることが全員を通してあったと思うので、本当に感謝しかないっていうか、本当に引退されるのは悲しいっていう気持ちです。保護者さんたちはやはり自分たち7時から朝練があっていつもその送ってくれたり朝ごはん作ってくれたり起こしてくれたりいろんなサポートをしてくれて、応援してくださる人はいつも体育館とか来てくださった時に走るとか頑張れっていう言葉をいつもいただいて、アドバイスだったりも入れてたので、やっぱり勝った姿を見せてあげたかったなって思います。チームのことをいつも考えてくれてるんだろうなっていうのが分かるし、多分自分たちよりも緊張していたんじゃないかなって思うぐらいなので、監督から教えられてもやるのは自分たちなので、しっかり勝って次ギフシとしてる姿を見せてあげたかったなって。今回自分たちが目標にしていた全国で初戦突破っていう目標を叶えられなかったので、次の九州大会でも次の遠くはなるんですけどインターハイでも絶対インターハイ出場して、先輩の気持ちを胸に教わったことをいろいろ活かして絶対初戦突破したいです。抜けた日々も笑顔も汗も血も道しるべになる今未来への消えることのないそれぞれの奇跡をたどって行け行け行け